ね。デブ夫人のね、応援とかね。まあ本当には何がしたいんだかわかりませんけど、ようあれで星だ星だって言えますよね。デブ夫人ですよ。このデブ夫人がですね、日本と朝鮮のね、関係改善のために、拉致被害者は諦めろって言ったんですよね。何言ってんだ、このクソババアは、というですね。そんな人間を、そんな人間をね、応援術として呼ぶってね、もう見識が問われて当然ですがな。 デブ夫人のね、この発言を聞いただけでも、とてもじゃないけど、こんな女をね、応援説とかさせちゃいけないんですよ。私だったら蹴飛ばしますよ、これ。こんな女に応援説させて、で、自分は星でございなわけあるかいというですね。統一協会の問題もそうだけれども、あんた北朝鮮の拉致被害者諦めろって言ってるね。このバカ女をですよ、自分の応援説につけてどうするんだっていうんですよ。本当にね、舐め腐ってるんですよね。いや、だからね、私ね、このね、 デブ夫人が応援術に着いたって話聞いてね、玉神のおっさん本当にダメだと思いましたよね。これ絶対に認めちゃいけないというですね。何が保守だって言うんですよ。絶対にね、こいつらは保守じゃないって言ってるんです。そうですよ。玉神のおっさんと桜井は全然違いますからね。何度も言いますけれども、玉神ガミとっていう人はね、統一協会との関係があります。それだけじゃなくて、デブ夫人なんていうとんでもないですね。 国族を自分のね、応援演説に呼んでくる。これの一体どこが保守なんだと。だから皆さんね、玉神信者、ぜひ聞いてくださいな。デブ夫人をね、横につけてるってこれどういうことだよと。拉致被害者諦めろって言ってるね。こんな人間を応援演説に使うって、どっからどう見たって保守じゃないだろうただ保守っぽいこと言ってるだけのおっさんでしょっていうですね。矛盾してるんですよ。 統一教会だって同じですよ。天皇を殺せって言ってるんですよ、あの、テロ団体。天皇を殺せと言っておきながら、その天皇を殺せって言ってる宗教団体と密接にくっつくってどういうことよっち話なんですよ。それで私は保守でございなきゃあるかっ話なんですよ。だからね、桜井が統一教会とね、絶縁宣言しなよって言ってるんですよ。でも絶対にしないでしょっていう。